ジュピラープロリーグ、ベルギー一部第4節、ルスホットバ対、スタンダールリエージュ、日本時間30日23:00キックオフで、行われる。試合に先、け、両チームのスターティングメンバーが発、された。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつ、もどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、月18日に、北海道コンサドーレ札幌からベール、ホットに、完全移籍となった日本代表 FW、鈴木猛史は、ベンチ入りとなった。まだ3試合のみだが、こまで3戦全勝と現在リーグ首位に立っている、ルスホット。3位に位置するスタンダールと戦する。4連勝がかかる重要な一戦に、鈴木はベンチ入り。途中出場でのベルギーデビューに気がかかる。果たして、鈴木は、ベルギーデビュー、果たし、ゴールを決めることができるのだろうか。両。